忍者パパのクッキングです。今日は激辛焼肉屋さんのめちゃくちゃ本当にね、病みつきになるような本当に美味しいあのユッケジャンスープ作っていきますので、これも本当に覚えていただきたいレシピになります。僕の中でもかなりね上位に入るほど気に入ってるレシピになります。材料の方はね、もやしとかニンニクとかニラとかね、こういう牛のね、今日はハラミ使いますけどカルビでも何でもいいです、牛肉使っていきたいと思います。美味しそう、これ家で作ったと思えないですね、本当。いただきます。あ、いただきたいと思います。めちゃくちゃ辛そう。これはね、家から一から家で作ったんで本当にね、そんなに難しいものはないです。まずはスープいただきます。美味しそう。めっちゃうまい、辛うま、やばこれ。で、市販のね、生麺、ラーメンだけ、これでこの牛のハラミ、もやしとか入ってて、いただきます。ラーメン、バカうま。バカって言ったらダメだよね。いや、ラーうま、これめちゃくちゃうまい。ラーって何？ん？ラーって言った？うん。え？これ相当おいしい。
ちょっとね、味噌の甘い感じ、なんだろう、あの出てこない、とにかくうまいわこれは。相当美味しい。こんなのね、焼肉屋さんとか中華屋さんとか行ってこんなの出てきたら最高。あのネギ、あのね、ネギ、もやし、ニラのこの食感もすごいかせで、隣で待ってる人がいるんで、いつもより席が近いんですよね、待ってるから。並んでる感じなんだよね。うまいなこれ、超癖になる、やみつきの辛さ。辛いんだけど、うまみとコクがめちゃくちゃある。いただきます。食べれない、目覚めない。うまっ、最高。甘辛い、甘辛い。パパ、こっち見て。うん、なんか酢入れても美味しそうだな、これ。うん、お酢。うん、で、ハラミなんだけど、すっごいホロホロトロトロ。うん、美味しい。これラーメンじゃなくてご飯にも合うな、これ多分。定食でもいいだろうし。うん、辛っ、相当辛い、これ。お酒がぐんぐん来そう。夜だったら、なんで知ってるの。そんなん知ってんの。お酒確かにこれぐんぐん進むね。うん、辛っ。いや、これ辛い、激辛挑戦。美味しい、これ。ちょっとね、甘みはね、甘めなんですけど、もしね、甘いのがあんまり好きじゃない方は砂糖とかみりんでね、調整してもらいたいなと。あ、みりん、砂糖入れた。甘みがちょっと苦手だなって方は、甘み部分でちょっと調節して引いたり、あと醤油を少し足してもいいですし、それぐらいでもいいかもしれない、好きな人は。僕はこれで十分美味しい。うん、このね、もやしとニラはね、絶対に入れてほしいんですよね。野菜とかって結構何でもいいんですけど、キノコとかでもいいんだけど、もやしとニラはね、入れるとすごいお店っぽく なるんですよね。いただきます。うん、辛いけど相当おいしい。で、ここにちょっとね、お酢、こんなもんで味変するか。いただきます。さっぱり。ごちそうさま。あ、これお酢、これお酢入れても美味しいね。うん、うん、お酢合う。うん、これ美味しいな。すごい気に入った。これ家で作れるから、あの鶏ガラスープの素とコチュジャンと本出しあれば作れるので、ぜひやってみてもらいたいなと思いますが、美味しいです。これだったらね、あの僕あんまり野菜好きじゃないんだけど、野菜もりもり食べれる。あー、お水ね、今2杯ぐらい飲んでますけどね。お水がすごい。うん、あ、これだよ、唐辛子、鷹の爪。あばれる君たちが食べたね、今日。もうそんな辛くないよ、あの人たち。大阪な、じゃあ辛いんだけど、すでに周りが辛いから、別にこれだけ極端に辛いってないよ。もうだってスープは辛いもんだって十分。あの人たちのもっと辛いやつだけどね。聞いたことない名前。キャロライナリーパーってすぐ出るよね。キャロライナリーパー、名前が可愛いよね。どっかのお姫様みたいな名前しんじゃん。確かに。はい、パパ食べます。ん、なんか置いたかった。何それ。ちょっと撮影に入っちゃって、あげる、入っちゃってるんですよ、ピザが。あげる、すいません、ピザが入っちゃってる。今こっちのラーメンの動画撮ってんの。ねえ、これどこ。
ちょっとそんなに撮影に入りたいの？ほら何食べてんのか分かんなくなってる。もう一個なんか出てきたぞ、そっちから。今度コップみたいなのも何の食レポか分かんなくなってる。ほらうまい。2個もあるよ、2個もあるよ。おい、途中から見た人あれ今日ピザの食べかけの食レポって思っちゃうじゃん。今から見た人違いますからね。あらこれスープ、スープ飲みたくなる。でも辛い。これねスープ飲んだら明日が危険そうだから、ちょっとほんのちょっとだけ残してるけど。辛いんだけどうまみがすごいあるからね、なんかやみつきでどん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 入っていっちゃう。だけど辛い。はい、美味しかったです。それでは今日はですね、家で簡単にできるユッケジャンラーメン、こちらの方ご紹介させていただきました。それでは本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。